さあ本日も始まります、ローカルサステナブルムーブメント、略して LSM。 パーソナリティの NC 比嘉と大きな和村村長のねっちゃちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2日目は失敗談学びについてお話ししていただきます。それでは NC 比嘉さん、よろしくお願いいたします。よよよ、今日もあなたにイノベーションできるやんみたいなはい、というところですね、本日昨日から、お越しくださっているのはですね、名護市古賀地区区長の宮城健二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よよ、どうだよちょっと挑発して乗りたくないな一回乗った地獄のやつ地獄のやつどうでした、まあ、昨日終えてみて一回。ああ、そうですね、なんか結構10分なんで、そうですね、早いですね、はい、うん、あっという間に過ぎてしまう、はい、ま、ま、明日、ま、今日もちょっと出てくるんですけど、はいはい、この宮城、健二さんはですね、実はもう一つの顔がありまして、はい、ま、ラッパーというところで、もうケイムっていう。だからさっきテンションが高かったしね。そうだよ。聞いてる人わかんないから。そういったところです。はい、で昨日のですね、まあお話の中では、まあ人生活の理念をいろいろお聞きしたんですが、人が求めていることを先読みして、まあ準備行動するという部分をいろいろお聞きしました。まあその中でですね、まあ全体的に人ととにかく謙虚に向き合ってるんだっていう、まあそういったところが伺いました。で、本日はですね、まあ 2日目というところで、はい、まあ、失敗談、早速お聞きしていきたいんですが、実はですね、はい、失敗談思いつかないよっていう感じで来たんですよマジっすかと。いや、もういるんですよ、実はそういう方いらっしゃるので、全然宮城さんだけじゃなくて、まあそういった時は逆に捉え方とか考え方をお聞きするんですが、まあそこでやっぱりリカバリーというところで、あるっていうことをおっしゃっていて、まあ謝罪、まず謝罪する、あとは言い訳しない、次に反省して、あとは切り替えていくっていうプロセス、これとにかく確実にうまく、まあ、踏むようにしていってると、ものすごくロジカルに捉えてるんだなっていうのを私感じたんですが、このあとはまあ同じ失敗をしないという、はい、そういった心がけをしているということで、はい、これをですね、まあ、私読んだときに単純にこのリカバリーのプロセス、はい、これ行えるようになっていったとか、そのプロセスをなぜ作ろうと思っていったのかとか、うんうん、なんかきっかけあるんですか。あ、きっかけというか、はい、きっかけとかはないんですけど、はい、なんかこのこのプロセスを踏んだ方が、はい、僕はちょっと平和主義者なので、はい、この嫌な空気が早くなくなるっていうのが一番ですかね。なるほど、これが一番早い。あ、じゃあいろいろ、じゃあこの試したんです。実はそう試したというか、なんかこれが一番いいなって試してはないですけどね。あれですか、ちょっと初日をちょっと思い出したんですけど、うん、相手をとにかく見るっていう、はい、それだったじゃないですか、うん、なんか五の線って言ったりするじゃないですか、格闘技で、うん、はい、先を見ながら実は後手を取ってるみたいな、うんうんうん、なんかその感じがあるのかなっていう。あ、そうですね、うん、まあ謝った方が早いし、うん、まあ、言い訳しもう長くなってしまうし、うん、全部そうですね、反省もして、うん、男は若いな、素晴らしいですねいやいや、もう素晴らしいですね。そんな中でやっぱこう失敗っていうのは、まあ人間にはつきものだと思うんですけども、うんうん、そういう宮城さんにとってこの失敗どういう感じで捉えてるんですか。この失敗がなかなか思いつきませんでしたっていう返答は、はい、多分なんかこの失敗という道があったっていうそれだったと思うんですよね、はいはい、多分それ失敗とあんまり思ってないというか、はい、あ、こういう道だったのね、じゃあこうした方がもっと先に進めるねとか、そういう感じだったと思うので、うーん、ただ失敗とはあんまり思ってないというか。なるほど、もう捉え方ですね、本当に。そうですね、うん、もう本当だ、もうまさにプロセスとしか捉えてないですよね。うん、そうですね、じゃ あ、まあそこのやり方だったからそうなっちゃった、うんうん、じゃあもう二度とそこはいかないみたいな。そうですね、そういうことなんですね、うんうんうん、もうやっぱりですね、なかなかまあ人によってはですね、どうしてもこう失敗しちゃう、分かっててもしちゃうとか、うんうんうん、気使いすぎてしちゃうとか、うんうんうん、いるじゃないですか、うんうん、まあ、そういった方にもちょっとぜひやっていただきたいなと思って、はい、ちょっとこういう聞き方したんですけども、うんうんうん、で、あとはこの学びターニングポイントっていうところで、うんうん、実はこの宮城さんは前職どちらで働かれてたんでしょうか。名護の青少年の家ですね。これも、卒業されて、大学卒業してすぐ
就職した先がそこでしたね。あそこで、はい、で次にその後に区長さんに、はい、就任しました。でそんな中で区長というわらじを履きながら、まあ、ラジオのパーソナリティも、はい、同じここの FM やんばるの方でやらせていただいて、ね、はい、まあ、この職種についてはまた明日お話するので、うん、はいはい、そこで聞いていただきたいんですが、この前職の名護青少年の家で勤めている際にですね、うん、この自然活動、子どもたちへの教育、名護市、まあ、この 3つのポイントがあると思うんですけども、この教えるっていうところではどういう形でこの混ぜ合わせて伝えたりしてたんですか。まあ、名護市は、まあ、名護の青少年にたまたまだったんですけど、はい、まあ、改めて山もあるし海もあるし、うん、川もあるし、うん、で自然が多いところだなっていうのに気づかされたっていうのはとてもいいことだったなと思いますね、はいはいはい、で教育の面に関してなんですけど、なんか、やっちゃいけないことをさせる職場だったんですね。火遊びしちゃいけないって言うじゃないですか、はいはいはい、親が止められてるとか、はいはいはい、でも火遊びしないとご飯炊けなくてお腹空いて死にますよっていう、だから火遊びではないですけど火を使って何かする、そういうのを教える職場だったので、夜出かけちゃいけないっていうのもナイトウォークなりさせたりとか。面白いですね、はい、だから非日常を与えてあげることができる職場だったので、それが逆に楽しいじゃないですか。うん、そうですね、はい。この楽しさに触れてる子供たちを見るのも好きでしたし、うん、とてもいい職場でした。そうですね。なんか逆説でやる感じですね。ダメっていうのは簡単だけど、はい、実はこの使わさないと、うん、使い方が分かんないってことですよね。うんうんうん、いいも悪いも分かんないみたいな。そうですね。ということですね、うん。それ知らないまま大人になるのはとてもかわいそうなことだと思うので。逆に危険ですよね。はい。うんうん、もう普通になんだよ、ボンベのそばでタバコ吸っちゃったりみたいな。やべえみたいな。大人になってね。そういうことですね。危ない。なるほど。で、そういうところですね。まあ、まさに多分聞きたい方いると思うんですけど、なぜそもそも区長に立候補しようかという、これ経緯って何だったんですか。はい、区長がもう辞めちゃうよっていう、僕の前の区長、辞めちゃうよっていうタイミングでもう誰もいないっていう状況になって、でたまたま僕もこの前の青少年の家辞めるタイミングだったので、どうしようかっていうのでちょっと悩んだんですけど、結構すぐやりましょうっていう話になりましたね。やっちゃいなよ、やりますって言って、でもやっぱ皆さんがさせてくれたので、そういう風に、あ、じゃあどっちかというと多選で入っていった感じですか。そうですね。多選というか、まあ、うん、お声かけあってやりますっていう感じですね。じゃあよっぽどいなかったんですね。よっぽどいなかったですね。ということですよね。そうですね。いや、大体この同じ世代というか、うん、多分この前任の方のっていう感じで選びそうじゃないですか。はいはいはい。でもそうですね。いや無理だわ無理だわ無理だ、どうするみたいな感じだったってことですよね。うん、そういうことだったんでしょうね。で今何年目でしたっけ。今8年目を終えようとしてるところですね。素晴らしいですね。うん、結局適任だったってことですね。長くされてるっていうことで、うん、素晴らしい。でここもやっぱ聞きたいところだったんですけども、うん、この区長という、うん、もともとこの市民の立場で、この地元を見えてる視点と、うん、やっぱりこの区長になった立場で見えてきたこの古河地区っていう場所、うん、どういう見え方してるんですか。そうですね、場所、まあ、土地的な感じで言えば、はい、まあ、家とこの田畑っていうんですか、はい、が大体同じぐらいの量であって、うん、でとても自然、夜はカエルが鳴くし鳥も鳴くしっていう自然、ね、寝やすいところなんですね。眠りやすい、まあ、大学がちょっと都会の方だったのではい、はい、大学に入った時に寝れなかったんですよ最初、うるさくて、バイクの音とか車の音とかで、でもこっちはとてもなんか過ごしやすいというか、そういうところでもある、人も優しいですし、古河地の方々、いい場所だと思います古河地区。いい、ね、ものすごくこう住みやすくて、人に優しいみたいな。そうですね、人にもエコ、うん、まあ、合ってるんですけど、うん、そういう感じだった、まあ、そんな感じです、はいはいはい、というところで、まあ、今日ですね、はい、まあ、失敗談と学びターニングポイントを、いろいろお伺いしたんですが、そもそもこの失敗談は宮城さんのところで、まあ、失敗と思ってなくて、この、まあ、ミステイクっていうところではどうしてもこのプロセスがただただその道を歩んでしまったからというところで、もう二度とその道は歩まないと、その失敗してしまっても、まあ、謝罪しながら言い訳しない、すぐ切り替えていく
というところで、まあ、もともと平和主義というところで、もう早くこの場を収めていくという、うん、まあ、そういったところの考え方なんですというところでした。で、学びターニングポイントのところでは、もともと働いていたその名護青少年の家というところでの、まあ、子どもたちに教えている部分、どういったことでしたかというところで、実はこの親とか、大人から子どもたちが教わる、ダメという教え方ではなくて、なぜダメなのかというのを使いながら正しい知識というのを教えていってましたというところでした。で、現在区長さんになられて、そのまず立候補なんでだったんですかというのが、まあ、前任者が辞めるというタイミングと、ご自身が仕事を辞めるというタイミングがたまたま一緒だったのと、その次にやってくれるという方がいなかったということで、まあ、いろんな方々が声をお声かけしていただいたことで、そこにつながったというところと、あとは区長という立場になって、この古河地区、そういう視点を見ていくと、もともと大学で都会の方に住んでた、それと今自然豊かなその古河地区というところで、自分の中ですごい相対的に見た中で、ものすごく静かで眠りやすい、過ごしやすい、そういったところが見えてますというお話でしたね。はい、ということでまだまだ伺いたいんですけれども、宮城健二さんの連絡先を お伝えさせていただきます。 Facebook がございます。古河地区公民館で検索をお願いいたします。あと、宮城健二さんでも、検索をお願いいたします。あと YouTube あります。そして我々へのメッセージは LSM のホームページがございますので、そちらからお願いいたします。以上です。ありがとうございました。 LSM プロジェクトはいっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワン、ミッチーの協賛でお送りいたしました。どうも皆さん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は、初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと、店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889、 待ってます。 LSM レディオは株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ごはんよしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。